さあでは、ホルン四重奏1曲目お送りしますのは、ウルトラセブンの歌です。もう皆さんよくご存知だと思います。この曲はクラシック音楽の世界で英雄の長と言われる変補長調で書かれています。人々を助けるために怪獣と戦うウルトラマンはまさに英雄ですよね。英雄の音楽にふさわしいホルンの壮大な響きをお楽しみください。ではホルンセクション、メンバー紹介します。皆さんから向かって左から毛塚総長、そしてお隣戸塚三層、お隣和久津市長、そして成谷層です。それではホルンの皆さんお願いします。ウルトラセブンの歌をお送りしました。皆さん広報館入られてチラチラとちょっとチラシが貼ってあるのを見かけた方いらっしゃるかなと思うんですけど、その時計の下にも貼ってるんですけども、定期演奏会のポスターとチラシを、作ったのがこの成田二層です。パソコンを駆使していろいろ作ってくれました。来月の2月28日木曜日の19時からアクトシティ大ホールで私たち定期演奏会を行います。それちょうど明日から1月31日までの間が応募の期間ですので、もしよろしければそちらの方もぜひぜひご応募ください。お待ちしております。さあでは次行きましょうか。次は言わずと知れたジブリの名作から魔女の宅急便をメドレーでお送りします。でも音楽を聴くだけで情景が思い浮かぶ方多いと思います。本日は晴れた日に、ルージュの伝言、海の見える街、仕事始め、優しさに包まれたならの5曲をメドレーでお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。いろんなシーンが思い出されたのではないでしょうか。魔女の宅急便メドレーをお届けしました。ホルン四重奏を最後にお送りしますのはベサメムーチョです。ビートルズなど数多くのアーティストによってアレンジされておりまして、いろんな映画のサウンドトラックとしても使われています。スペイン語でベサメはキス、ムーチョはたくさんという意味です。この歌の歌詞は、明日私はあなたと別れて遠いところに行かなければならない、今夜が最後かもしれないから私にたくさんキスをしてという、とても情熱的な愛の歌です。ホルン四重奏のためにアレンジされたベサメムーチョ、一番ホルンの情熱に満ちたメロディーにぜひご注目ください。
ありがとうございました。ホルン四重奏をお送りしました。ホルンの4人にもう一度大きな拍手をお送りください。